ポット、機械生命体がどうして同じ種族のパスカルたちを襲ったんだ。不明。使えないな。推奨、機械生命体の現状についてさらなる情報の収集。どういうことだ。機械生命体の大型ユニットの機能を確認。大型ユニット、一体何が起きてるんだ。不明。その大型ユニットってところに行くぞ。警告、過度の戦闘行為は機体への負荷が大きい。黙ってろ。拒否。本支援ユニットはヨルハ機体 9S 随行機体対象ヨルハ機体の状態を危惧する権利を有する。勝手にしろ。
まだどっかにいるの。何落ちたんじゃねえか、バグってんじゃねえか。
モデル21をオペレーターさん。そんなオペレーターモデルがどうして。確認、オペレーター21号先の小型船長は本日午後に新潟に到着した。クッションビールの電線が消滅され、4時間後に消息不明となっている。またこういうグロ表現ですか。エトゥ、優しい人に、優しい人になってほしいと 2B は言っていたぞ。お前が、お前が 2B の言葉を語るな。
ボディユニットチェック完了。メモリーユニットチェック完了。メンテナンスモード終了。ヨルハキ隊 9S 起動。おはようございます、 9S。 僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下したヨルハキ隊 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し現時点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、遭遇したモデル214は死亡。ブラックボックス信号を停止。そう、現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。規定数のアクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。わかった。